この大のありりがあまりに面白くてです、ね、サピエンス全子、第一章読んでも燃え尽きる人がすごく多いんですけれどもです、ねえーまあ、人類ほもなんとかいっぱいいたという話です、ね、サピエンスだけが何で生き残ったか他の人類はな,なぜ絶滅したのかサピエンスの犯罪その動機と方法はということで,です、ね、人類皆殺し事件というのをテーマに、まあ、前半の方をは話してみようと思います。 この本がサピエンス全詞っていうのは何でかっていうと我々がホモ・サピエンスという種族だからなんですよ。で、人類っていうのはですね、そのホ,ピホモ・サピエンス以外のホモ・ネアンデルタールとかですね、ホモエ・エレクトロスとかです、ね、いっぱいいたんですね。実は人類って単体じゃないです。いろんなホモ族がいっぱいいたんですけど、それらをまとめて人類っていうふうにこの本の中で読んでいると。で もう死んじゃったはずの僕らのおじいさんとか兄弟、いろいろホモ族っていうのを、それら含めて全部人類と呼んでいて、唯一今生き残ってるのはホモサピエンスだけなんですね。で、なんで生き残ったかのかというと、まあ、あの、まあまあ嫌な話ですけど、ホモサピエンス、僕らがですね、他の人類ですね、ホモなんとかっていうのを大体殺し尽くしちゃったから、その動機と方法を探っていきましょうというのが第一章です。例えば、ホモネアンデルタールス。 ネアンデルタル人です、ね、彼らはサピエンスより僕らサピエンスより大きな脳とかすごい運動能力とかですねあとなんだろうな体力が与えられたんですよなので単体で勝負したら僕ら勝てないんですよ。 ホモネアンデルタール、デナンデルタール人っていうのは人類は僕らホモサピエンスより賢くて強くておまけになんか貧瘍っていうですねまあ困った奴らだったんですねあとインドネシアのジャワ島あたりにいたですねホモフローレシエンシスホモフローレシエンシスっていうんですけどこいつら体長1メートルぐらいしかないです体重25キロで,ですね小型化する方向で進化しました、えー、だいたいですね三十万年30万年前に 火を得てから、えー、人類たちのですね、お大まかなあの別れが始まってですね、で、この頃からそろそろ後輩、つまり、えー、セックスして子供を作るのが可能なんだけどもそろそろ難しくなると。まあ今の犬と同じですね。後輩可能でそれで新しい種族は作れるんだけどもそろそろ難しくなってきたというのが10万年ぐらい前の状態です。で これら人類で,です、ね、僕らホモ・サピエンスがです、ね、全部滅ぼさなかったらあと10万年か20万年ぐらいしたら多分荒廃不可能になってたと思うんですねところが、えー、10万年ぐらい前です、ね、はまだ荒廃可能だったと。なのでヨーロッパに住む人たちの遺伝子の中にはですね まあ、ほんの少しですね3%ぐらいとか5%ぐらいとか1.7%とかいろんな説があるんですけどもちょっとだけネアンデルタール人のですね DNA が残ってますで僕ら東アジアに住む人類にはですねホモ・エレクトスのですね遺伝子が残ってますつまり10万年前にまだちょっとだけ交配が可能だったんですねで太平洋とかオーストラリアに住む人たちにはデニソワ人というホモ・デニソワのですね遺伝子がちょっと残ってますで ただですね、いや、だから俺らとヨーロッパ人は顔が違うんだって、そういうことではないですよ。ものすごいちょっとしか違わないんですけど、ほぼ同じなんですけどね。で、なんでですね、このちょっとしか根血しなかったのかというと、実はホモ・サピエンス臭、僕らにはですね、特徴があって、あの、匂いに敏感なんですよ。で、自分たちの種族と違う匂いを極端に嫌うっていうのが、 俺らホモ・サピエンスの特徴でです、ね、だからネアンデルタールスとかです、ね、あのエルクトスはですね10万年前にすでに違う匂いっていうのを持っていたので敵として排除せよっていう信号が僕らの中で生まれたらしいんですねなのでごく一部のに、まあ、匂いに鈍感だったりおおらかだったりするホモ・サピエンスたちが荒廃してでようやっとほんの少しだけネアンデルタールとかですねあとエルクトスとかの DNA が僕らの中に残っているとそういう風になってたみたいです。 ここから本題です。認知革命についてですね。そんなですね、えー、ホモサピエンス種はですね、なんで他の種族をですね、絶滅させるようになったのかっていうことです。ホモサピエンスっていうのはですね、人類の中でも特に強くもなく、特に賢くもないんですよ。おそらく僕がですね、犬の中でホモサピエンスってこの辺じゃないのっていう、あらゆる 人類っていうのをですねあの犬だと考えたらホモ・サピエンンスののポジションっていうのは、犬ななんですよなんかねしっこいけど気が荒くて <laughs> やたらやかましいっていうのが俺らのポジションだと思っててくださいで10万年前ですねあのサピエンスの集団俺らの,あのホモ・サピエンスの集団が地中海にあるです、ね、ネアンデルタル人のです、ね、集落縄張りを襲うっていうです、ね、そういう事件がありましたこれねちゃんとあの化石とかそういうので発見されてるんですね でどうなったかというともう結果はボロ負けだったんですね。サピエンスはあっという間に追い払われたこれは10万年前です。ところがです、ね、7万年前にです、ね、あの同じネアンデルタル人の集落をサピエンスの一団が襲ったとこれどうなったかというと今度は勝ったんですね。 でえー、それどころかですね地中海どころか中東からアジアまでですねネアンデルタル人を全部次々次々と追い払ったとこの7万年前からホモ・サピエンスの「快進撃」が始まったんですね。でついにですね、えー、快進撃はですね続いてですね、まあ、地球上から ネアンデルタール人、僕らより強くて賢い奴らをですね、全部追い払ってしまって、4万年前にはですね、太平洋を渡ってオーストラリアに行ってですね、オーストラリアに行った時にはですね、もうすでに船とかランプとかですね、弓矢とかですね、あと、えー、針、つまり、服を縫うための針ですね、そこらまで、あの、全部発明して使いこなすようになってたんですよ。なんかさっき話してた、250万年前から30年前まで、パッとしない地味な種族で、 木を発見してからちょっとぐらい行動範囲が広がったかといってもそこから先20何万年間パッとしなかったホモサピネスに何が起こったのかとなんでここまでねあの強くなったのかと脳が大きくなったのかというといやそんなことないんですよ他の人類種もですねみんな脳が大きかったんですよで道具が使えるからっていうのがよく昔の教科書にあったんですけども繰り返しますけども100万年前にはほとんどの人類種は道具を使ってるんですね 火を使いこなしたからというのもこれも30万年前からいろんな人類史が火を使ってますだからそれでもないです言葉はどうかというんですけども実はですねその言葉は人類だけのものじゃないとよく言われる通り蜂だって言葉を持ってるとかイルカも喋るって言うんですけどもかなりね動物の言葉も最近分かってきたんですけどもあの精密というかですね割と細かいんですよね例えばですねこいつはですね、えー、サバンナモンキーという お猿さんです。サバンナモンキーっていうのはですね、あの、スカイブルーの金玉を持つ猿というので有名なんですけども、<laughs> 見てわかる通り、めちゃくちゃ金玉が綺麗な色してるんですけどもですね。<laughs> このサバンナモンキーはですね、あの、ちゃんと言語を持っていて、えー、気をつけろ、ライオンだっていう言語を持ってると。と同時にですね、気をつけろ、ワシだ。鳥なの、猛禽類のワシですね。鳥のワシだっていう言語も持っていると。 この二つの鳴き声が別なんですね。なので、この気をつけろわしだっていうサバンナモンキーの鳴き声を録音してで、野生のサバンナモンキーに聞かせると、全員一斉に上を向くんですよ。全サバンナモンキー同じ共通言語を話してですね、気をつけろわしだっていう言葉をよその土地で録音したやつを聞かせると、サバンナモンキーは一斉に上をうわっと向くんですね。で次に気をつけろライオンだっていうのを録音して、 他のサバナモンキーに聞かせると全サバナモンキー一斉に木に登るんですねそうやって逃げるとこれぐらいですねそのなんだろうサバナモンキーっていうのはですね言語を持っているんですね人類だけじゃないとかなりそれはあの複雑な言語を持っているんですねでじゃあ何が違ったのかというと7万年前に起きたこの出来事サピエンスたちに起きたのは遺伝子の突然変異によって 脳内の配線が変わってしまった。脳の中の配線が変わってしまって、言葉の使い方が変わった。言語自体は、イルカでも、サルでも、まあ、おそらく犬でも、猫でも、クジラでもですね、あの、サバンナモンキーでも持ってるんですよ。ただ、その使い方がガラッと変わってしまったと。これを、えー、サピエンス全史本書ではですね、認知革命というふうに呼んでます。えー、例えばサバンナモンキーはですね、気をつけろ、ライオンだ。 うことはできるんだけど、「もう大しかしサピエンス僕らホモ・サピエンスはライオンはもういないということができるしあと朝ライオンがいたけどもう今はもういないということができると川には今ライオンがいるということは森は今大丈夫だというふうに言うこともできるとこのようにですね言葉をつないでいって論理的な構造がつなげると。でおまけにですね 実は、ライオンを倒したという噂話がでできるんですね。ライオンを倒した者っていうのはそれまでだったりさそれを見た者とか近くにいた者しかあいつライオンを倒したんだすげえっていうふうに思えないんですけどそうじゃなくて噂話であいつライオンを倒したらしいよっていうのを広めることもできるし倒してもないのに俺ライオンを倒したよって言うこともできるしあんなこと言ったけど本当かっていうふうに言うこともできるんですねこれがですねすごい大きな変化なわけです で、さらにですね、大きな変化として、我々にはライオンを倒したリーダーがいる。イコール、我々の守護神はライオンだ。で、だから我々はライオンのように勇敢で他の部族より強いっていうですね、どん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 言葉の使い方が変わっちゃったので、えー、なんだろう、認知に変化、認識に変化が起こってきた。これ認知革命と言います。ちょっと今ややこしくなったのでまとめました。えー、気をつけろライオンだ。 これはですね、サバンナモンキーでも言えるんですよ。で、ライオンは今どこにいるだろうこの、えー、言葉を構造化することによってサピエンスはですね、言葉遊びとか論理っていうのを覚えた。で、大事なのは3番目ですね。彼はライオンを倒したらしいって噂話。これあの、今もですね、人類学者の間で割とあの、論争になってるんですけども、実はですね、人類、 ホモ・サピエンスが言葉を覚えて認知革命以後ですね話してきた言葉の大半は噂話らしいんですよ僕らが SNS とかで噂話やったりしょうもない話拡散してるっていうのは人類のもう本当に根幹に関わる行動であってそれが当たり前なんですね噂話っていうのが実は人類を人間たらしめてる要因だっていうふうに言われていますでさらにすごいのはこの4番ですね ライオンは、えー、我が部族の守護神だっていうですね。虚構っていうやつです。虚構はですね、このサピエンスの群れのサイズを大きくすることができるんですね。チンパンジーの群れのサイズっていうのはだいたい20頭から50頭と言われてまして、それを超えると秩序が不安定になると。で、たい不満を持った個体が他の個体を悟って群れを引いて別の個体、あの、群れを作るので、100頭を超える群れっていうのはチンパンジーではほぼ野生では で人類も同じでですね人類の中で最強であったですねネアンデルタル人ですねネアンデルタル人ですら群れの数は150が限界であったこの150っていうのを100あの、えー、社会学ではですねダンバー数というふうに言います聞いたこともある人もいると思いますダンバー数っていうのはあの類人猿が大体彼らの脳のサイズからして まああの、意思統一が何とかできるギリギリの数っていうふうに言われてるんですね。このダンバー数です、ね。で、これを超えると集団は、まあなんか分裂して、近くにいる集団同士は殺し合ってしまう。これがダンバー数です。で、この4番の虚構ですね。この我々の守護神だとか、我々は神に守られているという、この虚構というのを入れることによってですね、ダンバー数を超える、150を超える組織が可能になったと。なので、 例えばそのよその部族であっても例えば「聖なる誓い」っていうです、ね、約束みたいなものによってもしくは神の啓示みたいなものによってです、ね、手を組むことができるんですね。 サピエンスたちはですね、ライオンが守護神の部族とかですね、わしが守護神の部族というのがいたら、例えば、休戦して共に戦ったりもできると。お互いの守護神像、例えば、トーテムみたいなものをですね、褒め合ったり、または互いの娘を交換して嫁にやったりとか、いろんな手段ですね、群れがですね、生理的に本当に言えばダンバー数を超える数の集団というのは受け入れられないはずなのに、この虚構っていうのをさっき言った神様とかそういうようなものを入れることによって、 大きい集団が可能なんですね。例えば僕らはダンバースを超えるですね数であってもあのある野球チームのファンであったりですねもしくは日本人であったりですねもしくはその県民であったりとそういう連帯感を感じることができるとところが日本人という物理的な,なんだろうなあのものっていうのは何もないんですよ県民もないんですよあの全部そこで生まれたっていうですね現象なだけであってでもそこで僕らが連帯感を感じることができるのはこの虚構の力 認知革命によって言葉っていうのが虚構を生み出してその虚構を信じることができるようになったからなんですね。でおまけにこの噂話によってですね実力以上の力が ホモサピエンスは出せるようになります。例えば、守護神に選ばれた者がですね、この戦いで死んだら地上よりもっと素晴らしい場所に生まれ変わることができるぞって言えばですね、なんとそれを信じて死ぬまで戦うことができるんですよ。<laughs> あの、この戦いに負けたらお前の家族はみんな殺さ、敵に皆の殺しにされると。だから未来のことなんかわかんないんですよ。戦いに負けても敵に皆の殺しにされるかどうかわかんないんですけども、そんな出来事を、未来のことはわかんないくせに、その言葉を信じて戦うことができると。 これ、ネアンデルタル人に勝てた理由なんですね。なんでかというと、ネアンデルタル人はホモサピエンスより力が強くて運動能力が高くてで、手先も器用なんですけども、知ってる者同士しか信頼できないんですよ。群れの数の限界が150で、それ以上になるとお互い反発しちゃうんですね。なので、群れの数というのは150程度に限定されたと。 だから、守護神やあの世を信じてないので、負けそうになるとネアンデルタル人は撤退しちゃうんですよね。当たり前ですけど。種族の誇りとか、家族のために命を落とすような馬鹿は一人もいないわけですよ。<laughs> 結果としてネアンデルタル人は撤退して撤退し、撤退して、撤退して、それを効果的に包囲していったホモサピエンスたちにですね、やられてしまったというわけです。まとめるとですね、認知革命とは何かというと、 突然変異による脳の敗戦外ですね。噂話と虚構でサピエンスは地球最強種になった。ホモサピエンスというのは地球最強,最強種になったというのがですね、ここまでのまとめです。この噂話と虚構でですね、大集団を作ることができたホモサピエンスはですね、瞬く間に進撃を開始します。インドネシアにいたホモソロエンシスというのはですね、5万年前に突然姿を消しました。 でオーストラリアにいたデニソワ人ホモ・デニソワもですねサピエンスが太平洋を渡ると同時になぜか姿を消しました <laughs> あれほど強くて賢かったですねネアンデルトル人も3万年前に全部絶滅しちゃったんですね で、最後に残ったサピエンス以外のですね、人類ですね、ホモ・プロレシエンシスはですね、1万3000年前にですね、人類が、ホモ・サピエンスがジャワ島を発見して移民した瞬間になぜか消えてしまいました。で、以後1万年以上ですね、人類といえば僕らホモ・サピエンス、 だけになっちゃったんですね。なので、ついつい僕らはですね、人類イコールホモサピエンスって考えるようになっちゃったって。他のネアンデルタル人のような劣った原始人から僕らは進化したっていうふうに考えちゃうんですけど、そうじゃないです。なぜかホモサピエンスが行ったところで他の人類は全部絶滅してるんですよね。で、まあこれはなんでかということに関してはですね、人類学者の中でもですね、 まだまだですね、なんだろう、宗教心が豊かな人もです。言えば、身も蓋もない人もいるわけですよ。で、結構論争が続いてます。例えば、ホモ・サピエンスたちの豊かな社会というので、文明のショックを受けて、彼らは生活力を失って死んだという人もいればですね、まあ、もっとはっきりと、ホモ・サピエンスに滅ぼされたっていう人もいれば、ホモ・サピエンスに食われたっていう人もいるぐらいです。ただ、よくわからないと。まあ、あの、いろんな化石が見つかってるんですね。 もちろん戦闘して死んじゃった化石もあればあの衰弱してあのなんだろう栄養不足で死んじゃったようなものもあって結局そのホモ・サピエンス以外の死に方っていうのはさまざまなんですけどもまだまだその化石の調査が進んでないのでですねただ一つ言えるのはホモ・サピエンスが行ったところでは他の人類は全て大体ですね1000年もかからず滅んでるってことだけは確実です。 まあ、なんだろうな。あの、人類の兄弟、ホモ・サピエンスの兄弟を多分滅ぼしたのはですね、ホモ・サピエンスなんですけど、この辺の細かいことはですね、えー、ちゃんとですね、サピエンス全史に書いてありますのでですね、えー、興味がある人は、えー、これをちゃんと読みましょうということですね。殺人の動機はですね、その、多分僕らが、さっきも言ったようにですね、あの、気の荒い種族で他の種族の匂いを気に入らないんですよ。なので、 気に入らなかったからじゃないかと思います。彼らは殺して構わない、殺さないといけないという虚構とか神話を無理やり作ったんじゃないかなというふうに思います。なんかね、あのデビルマンっていうですね原作の漫画の方でですね、アスカ両がですねフドウアキラに向かってですね、僕ら人類はなんで暗闇を怖がるんだと、なんで人間より強い化け物の伝説を持っているんだと、それは昔デーモン族というのがいて彼らに対する 恐怖心があったからじゃないのかっていうふうに、不動明は言うんですけども、なんか僕なんかが思うのは、かつて自分たちより強くて賢かった他の人類史を殺し尽くしてしまったっていうですね、罪悪感とか思い出がそんな伝説を作ったというふうに考えた方が、なんか面白いんじゃないかなと思います。ということで最初に出したですね、人類皆殺し事件のですね、まとめですね。ネアンデルタールなど他の人類史をですね、4万年ほどで絶滅させました。動機は、 あいつらは人間じゃねえから殺しても構わないっていうような虚構神話みたいなものを作った道具は噂話と虚構。これが動機と道具ではないのかなというふうに思います。